テクノロジーが発達した現代、かつて恐れられてきた怪奇現象や都市伝説は科学的に解明され、人々は幼少期に抱いた謎、不思議への興味を失いつつある。そんな好奇心を取り戻す新オカルトコンテンツ、謎と不思議を取り戻せ、ゆえにラジオ。明けましておめでとうございます。皆さんおかるちは、明けたぞ。 UFO 担当のミミです。はい、皆さんおかるちは、ユーマ担当のタタです。はい、皆さんおかるちは、心霊スピリチュアル担当のネネです。はい、オカルトアイドルゆえにの、私たちが日常に潜む謎や不思議について語り合う番組、ゆえにラジオ第9回が始まりました。新年めでたいわ、はい、新年だよ、22年、ね、22年、なんか並びがいいわね、うん、2022年って、でも1個0だったらもう2にしちゃいたいよねなんかあのスロット外れたみたいな、うん、確かに1個だけ揃わなかったみたいな感じあるけど、うん、そして成人を迎えた皆さん、おめでとうございます。そっか、おめでとうございます。年始はいろいろありますからね、うん、年収、年始、あ、年始なんでよ急に年収、年収の話出すのかと思ったよ。新年早々年収の話びっくりした今年も収入どうなるのやろやめてよ、事務所がどうにかなってる。そうだよ、もう適当になっちゃったから。そうなのよ、心配よ、どうにかして稼いでいかないと、ね、はい、まあね、みんな大人になる人もいると思いますが、うん、ね、今年も謎と不思議を胸に抱えてね、うん、生きていきましょうということですよ。はい、はいはい、もしかしてお気づきの方がいらっしゃるかもしれませんが、うんうん、ゆえにラジオなんと、うん、ちょっとね、うん、コンパクトになってたりしてるんですね、はい、そうだ、聞きやすい、はい、聞きやすい、そうなんですよ、はい、みんなお忙しいでしょ、サクッとね、聞けるように、ね、令和向け、うん、気を使った結果、そう、気を使ってあげたんだよ、魚たちに。その代わり、毎週更新ということで、うん、はい、聞けよお前ら、最新の私たちがいつでも聞けるそうだよ、気軽に聞ける、これさえ聞いとけばね、うんうん、謎と不思議をこう日常に感じられるから。確かにね、そうね、うん、うん、そうそう、よろしくお願いします。お願いします。そしてオカルトドラマのゆえにアーカイブスもぜひ引き続きお楽しみください。お願いします、はいはい、今回はこのコーナー、原因がわかりません、喉がギュルルってなった。こちらのコーナーは日常生活の中で起きた原因がわからないことを発表報告する時間でございます、はい、お便りを紹介しながら私たちの体験を話しましょう。まずは、はい、お便り来てる、はい、はい、大いなる魚ネームモーラさんからいただきました。ありがとうございます。会議の後ねじられたクリップが大量発生しているのはなぜなんでしょうか僕は会議をしたことがないので会議をした、まあね、そうだよ ね、会議する年齢じゃないしね、わかんないんですけどただいろいろやってくれてるけど ね、 そうだね、私たちの難しいことが請求書などいろいろね、いろいろやってくれてるけれども、うん、そうね、会議、うん、ねじられたクリップってどういうことなの。絶対聞いてない人でしょ、それ会議きっと手遊びしている、うん、てかそわそわしちゃってるんじゃない。それかなんか無駄に長いとかね、あー、なんかさ、ストローの殻とかうんうんうん、残ってたりしないファミレスとかこれ会議じゃねえか会議じゃないねそれは喋ってる時に出てくる。でもなんとなくゴミね、うん、手持ち無沙汰だからなんかしちゃうみたいなのはない。曲げちゃってるってことかしら、うん、そう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 、でもこれオカルト的に解釈するとすごい気に食わない会議とかでハァって思ってる、このこれをこっち見てたら手にパワーが集まってんのかな、あのスプーン曲げのようにサイコキネシスみたいなこと、そうそう、なるほどね、念能力みたいな、ありそうじゃない、確かに、ね、何かそのなんかねじれ方によるんじゃない、うん、なんかこう手では曲げられない形状とかになってたらギュルギュルなってたら、うん、なんかそういう目を表す今日の占いみたいなのできそうじゃないねじられたクリップで今日の占いみたいなそれがなんかそいつの、うん、なんかあの感情があーって分かっちゃう、あー、見る人が見たら、そう、なるほどね、あ、今日めっちゃねじられてるなみたいなとか、そうそう、めっちゃ可愛い形になってたりするかもしれない、ハートだ、ハートだ、キュンね
ですって。今日はなんか機嫌が良さそうだぞみたいな。確かにね、その人のなんか バロメーターになっているのかぜひ無口でいていただきたいわね。そ そうだねそれで喋る人だったら出ちゃうか。確かにね、確かに無口くんで無口で指先からしか感情表現ができない不器用なエスパーくんみたいな。めんどくせえな。まあね、はい、じゃあちょっと心情が読めるクリップだったのかな、うんね、クリップの方に力があるの。もう結局ね解決しそうにないということで、はい、以上原因がわかりませんでした。番組ではあなたからのお便りを募集しています。私たちへの質問、あなたが経験した超常現象、日常生活でたまに起こる原因のわからないこと、オカルトクイズ、予言の解釈もお待ちしております。メールアドレスはゆえにアットマークセイグラドットコムです。はい、いろんな情報はゆえにの公式ツイッターをチェックしてください。今回はこれで終了です。サクッとしてるねやっぱり、うん、はい、いいねいいね。はい、新年もよろしくお願いします。お相手は UFO 担当のミミとユーマ担当のタタと心霊スピリチュアル担当のネネでした。次回も謎と不思議を取り戻せ。渋谷の地下丸9億正体はあなたしか未確認。近くに